こんにちは、倉田ノアです。はい、今回はですね、エブリスの購入品を紹介したいなと思います。もう秋冬になってきて、ずっと欲しいなと思ってたので買ってきちゃいました。もう見て、買いすぎちゃった。じゃーん、こんな感じで抱えて今さっき帰ってきたところです。まず最初にパンツ、ジーンズ系の11,990円です。かわいいね。足長にも見えるし、店員さんがね、ウエストめっちゃ細く見えるって言ってた。これは S サイズ、M サイズあって、私は S サイズを購入しました。で、これは、まあ夏、まあ9月とか秋だったら、まあインナーとして使えるっちゃ使えるかな。生地感的にも。じゃーん。T シャツです。ブラックとホワイトを購入してきました。これは、2,990円。生地感がすごいしっかりしてて、これ合わせて、まあ、ちょっとお腹見える、この辺までの丈感なんだけど、ジャケットとかのインナーにして着てもいいし、このまま1枚ペロッと着て、下普通にパンツとかに合わせてもいいと思うし、へそ出しとか抵抗あるなって人は別にインナーとして着ちゃえばいい。あのワンピースとかさ、キャミの普通にさっき紹介したこのパンツと合わせても可愛いんじゃないかなって思います。もうこれ欲しくて、もうネットでずっと見てて、あのインスタフォローしてるんだけど、インスタを毎回チェックしてて、これ3色あります。ジャケットだけこれを購入してきました。可愛くない？セットアップであるんだけど、これは9990円です。これね、去年のここを紐で縛るタイプで、カーキのやつ、多分ね、 YouTube でも撮ってる気がするし、 SNS でも載せてる。それのこのセットアップバージョン、生地こんな感じ。これが可愛いんだよね、この生地感が。これをね、購入してくる時に一緒にいてくれた店員さんが、まあ150センチくらいって言ってたんだけど、このセットアップを着ててめちゃめちゃ可愛く着こなしてて、私はこんな感じ。それと、私、イロチで、こっちはセットアップで買ってきました。じゃーん！マジで可愛い。これ欲しくて。マジで欲しかったな、これ。可愛くない？これはカーキの方ですね。お値段はさっきと同じです。このところにポケットもついてます。で、これスカート。セットアップの下はスカートですね。これは6990円です。太もも真ん中あたりまで来るかな。このジャケット羽織って、中にあの黒のワンピースとかミニのワンピースとか着せても絶対に可愛い。で、次ラストかな。靴を2足ゲットしちゃいました。色地です。しかもじゃーん、可愛くない？なんかこういうタイプで革っぽい固めの生地のものはよく見たことあるんだけど、なんかそういう感じの生地だとこの部分がね、痛かったりするの、履いてる時に。これはめちゃめちゃ履きやすいです。そういうのじゃないからね。で、色違いで買ったのはこっちです。このデザインが可愛いよね。この黒い部分がポイントとして入ってるのが私は好きで、ヒールの部分が結構しっかりと幅もあるので、まあ安定かな。ここの部分も少し厚くなってるし、まあそんなに疲れづらいんじゃないかなって思います。これは王道で絶対あった方がいいなって思ったのと、こっちは気分変えたいなとか、ちょっとコーデ変えたいなって時に、足元こうやって明るくするのもいいなと思ったので買ってきました。これはね、13,990円です。1足。今からちょっと着替えて実際に着てみたいと思います。はい、まずこんな感じです。セットアップですね。靴もこんな感じです。はい、セットアップなんですけど、これマジ履いて分かったんだけど、今めっちゃ足首キュッてなるから、ここのチャックビーって締めた時にめちゃめちゃキュッてなるから締まるし、しっかり、すごい歩きやすいです。結構これインナーはブラックにしました。あのウエストが緩かったりする場合は、このエブリスのこういうベルトつけてでもあれだと思います。私こんな感じのさっきの T シャツです。で、
で生地感これ結構薄いのであんまりしっかり分厚いんで、もうガチ冬って感じじゃないから9月とかでも全然使えると思う。ブラック比べで揃えてみました。はい、2着目がこんな感じ。さっきとは全然違うね。でも組み合わせ的にも可愛くないですか。色味も全然夏でもいけるし、まあ秋でもいけるしっていう感じで、これブラックで締めてもいいし、さっきみたいにね。これ履いて思ったのがマジで、あのウエストすごい上まで来ます。結構これホワイトもあるんだけど、ホワイトのもの履いてもめっちゃ足長効果に見えると思う。膨張そんなしないと思う。早く買っとけばよかった。かわいい。ラスト3着目はこんな感じです。あえてあのさっきのセットアップで紹介した時にジャケットを開いてたので、あの今回は閉じる感じのバージョンで紹介してみました。どう？こっちも可愛くない？普通にね。これ私インナー、さっきのあのこのこれ T シャツの黒をインナーとして着てるんだけど、結構長さもありますよね。普通に閉じただけでもこうやってあるから、まあミニスカートとか短パンとインナー合わせてとしても羽織でこういう風に着ても可愛いと思います。でそして靴をね紹介できなくなっちゃうなと思ったので、こういう感じに履いたんですけど、こっちの色のジャケットで合わせるならブラックを履く入れますね。これはめちゃめちゃ軽いので、多分私秋冬マジこれ愛用しまくると思います。でまあこういう感じで着てもありだし、私ワンピースでインナー合わせても可愛いかなと思ったんですけど、これもエブリスのあのロングのワンピースで、こういう感じにインナー着てジャケット羽織ったりとか、まあ、ミニタイプのワンピース着てジャケット羽織るっていうのもありだと思います。ゆとりあるからもうちょっと厚手のものでも全然冬は着れると思います。じゃあ最後にはあのアクセサリーの方を紹介したいと思うので、最後そっちを紹介します。はい、で私ね初エブリスでアクセサリーも購入してきました。あんまりつけるタイプではないんだけど、まあ、イヤリングは絶対つけるとして、腕時計とかねブレスレットとかに関しては、まあ、使ってはいたけど、指輪も今もう何もつけてなくて、今までこっちのところに指輪つけてたんだけど、なんか変えたいなっていうのがあったので、じゃあこんな感じで購入してきました。これはシルバーでこんな感じなんだけど、これが多分一番新しいって言ってた気がする。こう組み合わせも全部できるような感じのものになってるので、割と私はゴールドのものが多いんだけど、まあ、シルバーのものをたまにつけてもいいなと思ったので買ってきました。でこっちがゴールドで、これもね可愛い。指が結構細い子には無理かもしれない。こっちはシルバーの方が2,990円、ゴールドの方が3,990円です。でラストがネックレスです。エブリスのねコーデに合わせると可愛いんだよねこれマジで。はい、こんな感じのゴールド購入してきました。こういう感じでつけるんだけど、私これのシルバーの方も気になってたんだけど、とりあえずゴールドを購入しました。これは2990円で購入することができます。ということでこんな感じで私のこのエブリスでの購入品を紹介してみたんですけど、マジで本当に可愛いの。ハマりだしたら止まんないのね。まあ夏服もありつつ秋冬を主にっていう感じで紹介したんですけど、どんどんまた秋冬のものが増えてくると思うので、購入したらまた紹介したいなと思います。ということでこの動画が良かったらチャンネル登録高評価コメントをよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。